ける。ヤスプッチーさん、アップルケーキありがとうございます。ハッピーチさん、シュークリームありがとうございます。へえ、面白い。やっぱりメンバーが来たらすぐ分かるね。こう見てね。ってなる。でもね、ちょっと今日からダイエットしなきゃ、明日から。ちょっとね、しなきゃって思ってる。なんか、もしかしたらいつか分かるかもしれないんですけど、ちょっとダイエットをしないといけないことが起こりまして。今日まで食べようと思って。今日で最後にしようと思って今日はラーメンも食べてきたんです。いやー、ラーメン食べてきたの。それでもう蓋を閉じてきました、胃袋の。もう明日から頑張るぞってことで。何ラーメンかと言いますと、豚骨です。もう今日でラーメンはしばらくお休みです。ラーメン好きなのに、あ、290円のラーメン屋さんがあるんですけど、めっちゃ美味しかった。めっちゃ安くない？290円ってめっちゃ美味しかったな。唐揚げ定食さん、ハートありがとうございます。なんかお母さんも言ってた、ラーメンはね、チャーシューから食べると太らないんだって。お母さんに言われた。レイニアクマありがとうございます。ありがくまーらしいよ。なんかびっくりした。そんなさ、チャーシュー、クロさんクマありがとうございます。ありがくまー、チャーシューでね変わるんだって。すごくない？そんなチャーシューでさ変わるってすごいよね。思わない？チャーシューで、チャーシューから食べるべきらしい。みんな頑張って。でも私はお母さんからチャーシューから食べるといいらしいよって聞いたんですけど、どうしても我慢できなくて麺からいっちゃいました。麺が大好きなんですよね。もうダイエットって本当にね辛いよね。やっぱり食べることがね幸せじゃん。でも我慢しなきゃなんですよ。私は楽しみにしてて、でもちょっと痩せないといけないのがあるんですよ。楽しみにしててね、言えないけど予想してて。あ、今日そのお話が来て一瞬迷ったんですよ。どうしようと思って。なんか私ちょっとさ、なかなかさできないからさ、その結構苦手なんですよ、そうダイエットとかするのね。だからちょっともうどうしようと思って。でもそういうさ、なんか痩せないといけないものがないとさ頑張れないじゃん。だからもうやりますって言いました。頑張りますって。あ、今日走るし、走るじゃん。だって走ったりもするし、頑張れるかなと思って頑張ります。私大張り先どれくらい我慢するの？内緒内緒。でも我慢しなきゃいけないんだ。やっぱりね、周りをね見渡すとみんな細いんですよね。もうみんな細くて可愛いから頑張らなきゃなっていつも思ってるの。いつもね思ってるけど、なかなかさね、ガチで頑張るってなかなかできなくて。そうだからもう自分からそういう機会を作ってみました。そしたらさ、もう絶対にさ
やらなきゃいけないってなると休んなきゃいけないじゃん。だからちょっと頑張れます、頑張りますね。あー、どうすればいいんだろう。最初まず何をしたらいいんだろう。まずはご飯でしょ。ご飯をあんま食べないこと、走る、歩く、筋トレ、難しいね。甘い飲み物はダメだなって。そうなの、私多分甘い飲み物の結構ダメな気がする。いつもスタバ飲みたくなっちゃうんだよね。でもね、甘いのダメだよね。我慢します。だからちょっとこれ良さそうだから、ママが買ってくれたアーモンド効果、いつもだったらスタバにするところをこれで我慢します。これ甘くないやつだ。甘いのがいい。我慢します。え、アーモンドダメかな。あんまり、コップに入れてたのは水、いつもならコーヒーだけど。え、アーモンドっていいのかな。39カロリーでどうなんだろう。無糖だからいいかな。でも今日まではってことなんですよ。今日までは今日まではお母さんと決めたの。今日まではもうラストの日だから今日はいっぱい食べようって。だから今日は大丈夫。明日から明日からガチります。そうなんですよね。だから今日はね、最後の晩餐ですね。最後だよね。美味しかった、さっき食べたラーメン、忘れられない。本当に、はあ、美味しかったな。あの片面美味しかった。ね、まだ食べられるやんって。しばらくね、しばらくの我慢して食べれるもんね。また片面派、割り方ぐらい硬いのが好き。パン、パン好きなのに辛いね、パン食べれないの。やっぱ小麦がやっぱダメって聞くよね。パンダメだね。パン大好きなのにな。アサイーボールはいいんだよね。アサイーボールにしよう。アサイーボール、朝あるアサイーボール、昼春雨とか。いっちーさん、ハートありがとうございます。今日はね、このメガネをかけて写真撮っていきました。ママに撮ってもらった。お外がすごい綺麗で、お外で撮ってもらいました。なんかメガネかけるの緊張するんだよね。でもお母さんからちょっと自信がつきました。アスカ、西陣さん、ケーキありがとうございます。魚屋さん、タクックさん、1000万円ありがとうございます。香港のジャッキーさん、ケーキありがとうございます。めっちゃ寒かった、外寒かった。 DD せいやくんさん、ケーキありがとうございます。でもね、別にこうしても目見えるんだよね。
14度やばいね、寒。レーニアケーキありがとうございます。うん、11月そういえば福岡町のトークショーに出ます。そう言いたかったんだ、それ。だから11月は、天気が消えちゃった。11月は結構会えますね、最初から会えます、会えちゃう。11月3日だよね、3日です。3日、3日、2日駅で、3日、3日、あ、トークショー4日、ねるさんの生誕祭。嬉しい。公式では発表されてなかったよね。でもネットに載ってたね。でもその前に終電のリハーサルがあるので頑張らなくちゃです。頑張らなくちゃ。まだ来てないんですけど、瀬戸利は、何の曲だろうな、なんだろうな、想像できないけどストレートヘア、これ。確かに三つ編みしててちょっと癖あるけど嬉しい。ストレートに見える。ラビリンス来るの、やった。ラビリンス楽しいですよ。ハロウィン配信のコスプレ買ったよ、買いました。何か秘密だけど、でもちょっとかぶりそうになっちゃった。だからそう、みんなコスプレするよ、みんなコスプレする。カレンから LINE が来ました。赤ずきん似合いそうってみんなから LINE してんの、かわいい。赤ずきん、リンゴが好きだから、同じ色だからってことじゃない。カレンレンはこれが似合いそう。カレンって言ったらこれだな。でもカレンなら何でも似合いそうだな。スタイルがさいいからさ、それを生かしてさ、足が長いハロウィンの役ってなんだろう。スパイダーマンとかも良さそうだな。ね、こういうスーツ着てもすごい足がさ長くてさ、すごい良さそう。ねえ、良さそうじゃな、めっちゃ。ホラーマン着る、ホラーマン確かに似合いそう、スタイルいいからさ。全員メイドで頼むだって。わあ、メイドが好きなんだ。メイドね。じゃあいつかメイド喫茶とかみんなでやってみようか。ヤムちゃん、クマありがとうございます。ありがくま。さっきね、弟がね、なんかよくあるじゃないですか、今さ学校で旅行に行く季節なんですよ、この高校生っていうのは。それで結構なんか洋服に悩んでて、で私に
私の洋服をね着てたんですよ。どれがいいって。だから私がコーディネートしてました。かわいい。めっちゃ悩んでた。え、どうしようかなみたいな、これ変かなって言ったりとかしてて、結構ほとんど私の服持っていてます。私結構ボーイッシュな服も着るからさ、結構男物の服は持ってたから、貸したら喜んでまして、よかった。私の部屋にしか全身を見れる鏡がないんですけど、私の部屋でずっとこうやってやってました。懐かしいな。弟がちっちゃい時はさ、弟にマニキュア塗ったりさ、髪の毛結んであげたりさ、スカート着せたりさ、もう可愛くしてあげてたのにな。今じゃしたせてくれないわ。したかったな、もっとしたいな。リチャキだ、リチャキだよ。そう、めっちゃ可愛かったの、ちっちゃい時さ、女の子の格好させてたんだけどな、してくれなくなっちゃったもん、寂しい。ねえ、でもスカート着て喜んでたんだよ、弟。かわいいって言って。でさ、髪の毛もこう結んであげて、ちょんまげにしてさ、リボンとかつけてたのに、カチューシャもつけて、悲しい。え、お洋服色違ったよって、嬉しい。あれでしょ？あの服だよね。嬉しい。お洋服褒めてもらえるの嬉しいわ。私もね、あのお話し会で着てた服なんですけど、一目惚れして買ったんですよ。めっちゃ可愛かった。でもね、なんか結構人気で売り切れてるらしい。もう早い。昨日の服？あ、お話し会の服か、オンラインか。昨日の服はね、ママが選びました。ちょっと大人っぽいやつ。え、コストコのクマさんなのかな？サンタさんにもらったんですよ。コストコなの？これ。お母さんって、お母さんじゃない、サンタさんコストコで買ったのかな？修学旅行ね、制服じゃないんだね。最近の時は制服と私服ごちゃ混ぜでしたね。でもめっちゃ厳しかったよ。なんか露出がダメで、スカートもダメだったんですよ。足を出しちゃダメっていう決まりがあって、いや違う、膝から下を見せたらダメっていう決まりがあったんですよ。それでなんかなんかそういう決まりだったから、スカートにタイツを履いてきてる人がいたんですよ。そしたらそれもダメだよってなって、その人たちは、私ディズニーランド行ったんですけど、ディズニーランド1時間外で待っとくみたいな、入れなくてかわいそうでした。しかも連帯責任だったの。一人でも班にそういう人がいたら、班の人全員ダメで、やばくない？めっちゃそれが厳しくて、結構な組入ってなかったです。私たちの班は誰も違反してなくて入れたんですけど、怖かったからズボンで行きました。あ、長いスカートとズボンで行きました。そう、厳しかったんですよ。めっちゃ厳しかったよ。そうね、スカート履きたいよね、やっぱディズニーはね。ダメでした。賢そうに見えるねって。賢いかもよ、賢そうにじゃなくて。ゆごうごさん、ケーキありがとうございます。香港のジェッキーさん、ハートありがとうございます。そう、ディズニーランド行きたいんだよね。
ラプンツェルに行きたい。何回も言ってるけど、ラプンツェルも行きたいし、ティンカービルなんかできてるよね、それも行きたいの。それも行きたい。ヤフミチャンネルさん、かっこいい、ありがとうございます。アイちゃん、カップケーキありがとうございます。あと最近はね、コスモスを見たくて。コスモスがさ、なんかいいとこない？福岡で行きたいんだよね、コスモス見に。コスモス、ゆうじりんもさん、バラありがとうございます。なんかコスモスがさ、いい季節なんでしょ今。コスモス見たい。レイニア、カップケーキありがとうございます。海の中道、海の中道あるんだ、コスモス。能古島、能古島もいいね。ドラッグストア、確かにドラッグストアいいね。コスモスありそう。ヤモちゃん、ハートありがとうございます。アイちゃん、ハートありがとうございます。確かに名前コスモスだし、コスモスもあるんじゃないかな。五島、五島、五島ってなんだっけ、どこだっけ。五島、五島って読むの。あ、キリンビール工場ね、行ったことあるよ。キリンビール工場行ったことあります。そしてなんかビールの作り方を家族で習いました。なんかビールの麦をなんか食べるみたいなのがあって体験しましたね。なんか何、ビール麦みたいなやつを食べるやつがあるんですよね。子供も食べれるみたいな。そう、む、麦芽かな、なんて読むんだっけ、麦芽、麦芽、なんか首が痛い、ポキポキ言う。麦芽、麦芽か。毎日配信が今んとこできてるですできてるですよ。45分になったらランキング読み始めようかな。そう、結構ね、最近じゃない、ここ数日思い出せるようになりました。あ、ショールームチャンユーさん、カップケーキありがとうございます。みんなでもいつも来てくれて優しい、ありがとね、優しいな。香港のジャッキーさん、ケーキありがとうございます。どうしたら覚えてもらえる。もう覚えてるけど、どうしたら覚えてもらえる。もう覚えてるよ。でもなんかあるのかな、そういうなんかね、みんな覚えてもらうのが得意な人ってさ、なんかしてんの、特別な、なんか一発芸とかなんかしてんのかな。特別な、なんか教えて、どうやってしてるか。おー、確か、もしハイタッチ会とか来た時も名前言ってくれたら嬉しいかも。でも、あの、
なんとかですとか、そしたら結構一致するかも。あ、名前つけていくのもいいよね。無邪気の名前でもいいよ。あとはなんだろうね。X の名前とか言ったらわかるかも。なんとかだよってしたら、おってなる。まああとはリサキのことを結構考えて思い出してくれることかな。したらわかるかも。結構でもなんかそうね、でもなんかあ、でも覚えます、任せて。やっぱ名前も覚えてもらえるって嬉しいよね。やっぱり私も頑張ろう。もうちょっとさ、脳のさ、この動かしてさ、ちょっと名前をね、覚え、もっと全部覚えられるような脳にしたいと思いますね。こうね、もっとねスペースを広げたいですね。嬉しい。じゃあハイタッチ会で待ってるね。そうね、ハイタッチ会とかオンラインとかそういう機会もね、ベストタイミングですね。ベストタイミング。チャットの返信見てるよ、メールも見てるよ、全部見てる、しっかり見てます。返信してね。見てるから結構見るの好きなんです、私。リサちゃんハートありがとうございます。配信毎日見てたら覚えてもらえる？うん、結構覚えてるかも。あの人コメントしてくれてたとか結構覚えてる。 X でやった方が見れる？あ、 X もね見れるよ、全部見れる。ストーリーの返事もたまに見ます、見るよ結構。アスカにセジンさんハートありがとうございます。そう、名古屋ね初めてだから楽しみなの、行くの。行ったことないんですよ名古屋、楽しみ、ワクワクです。アリサちゃんシュークリームありがとうございます。アスカの西陣さんハートありがとうございます。もう2回45分過ぎてた、もうだからみんな待ってます。でも本当にね、ショールームで結構みんなの名前覚えてきたかも。嬉しい、いつも話してる気分。じゃあランキングを読んでいこうかな、そろそろ。一旦水分補給させて。よし、いきまーす。13位がやひめチャンネルさん、やひめチャンネルさんありがとうございます。毎日ありがとう、覚えてるよめっちゃ、いつもありがとね。チャンネルを大好きになりました、ありがとう。12位がうごうごさん、うごうごさんありがとうございます。うごうごさんも毎日ありがとう。にゃーってね、輪投げしてるやつみんなに話しましたよ、6期の昨日。11位がゆきじさん、ゆきじさんありがとうございます。ゆきじさんもいつも来てくれてありがとう。名前が最近覚えました、任せてね、ありがとう。10位がいっちーさん、いっちーさんありがとうございます。昨日楽しかったね、私も駅員さんのコスプレ今度するから
見てね、ありがとう。9位が香港のジャッキーさん、香港のジャッキーさんありがとうございます。嬉しい、香港からね、いつも応援してくれてありがとね。私もいつか香港行ってみたいから、おすすめ教えてね、場所。8位がリュウタさん、リュウタさんありがとうございます。早くお話できるの楽しみにしてるね、ありがとね、いつもありがとう。7位がちーさん、ちーさんありがとうございます。あ、今日はいます、ここに。ちーさんありがとう。6位がやすぷっちーさん、やすぷっちーさんありがとうございます。プッチンって名前かわいいな。私はプッチンプリンが好き。やすぷっちーさんも好きなのかな。5位は DD 聖也くんさん、 DD 聖也くんさんありがとうございます。あ、マイメロみたいなね、コスプレするか迷いました。お楽しみに。何かは4位がクロさん、クロさんありがとうございます。クロさんいつもありがとね。クマの、クマいるよ、クマいつもありがとね。クマのうちはまた会えるの楽しみにしてるね、ありがとう。3位がレイニア、レイニアありがとうございます。壇上のコメント面白いっていうコメントがあって恥ずかしくなった。サイがレイニア、レイニアありがとう。レイニアもね、本当に歌が上手なんですよ、皆さん。だからいつか聞いてみてください、ありがとう。レイニアハート。2位がハピーチさん、ハピーチさんありがとうございます。ハピーチさん、私は今日ラーメン食べたよ、290円の。食べてみてね、ハピーチさんもラーメン好きだから。ハート。お、ランキングが変わったけど読んでない人いるかな。2位がアリサちゃん、アリサちゃんありがとうございます。アリサちゃんいつもありがとう。もうね、アリサちゃんに会いたすぎるけど、アリサちゃんも頑張ってるって思うと私も頑張れるよ、ありがとね、アリサちゃん。1位がヤモちゃん、ヤモちゃんありがとうございます。ヤモちゃんとまさかのね、推しが一緒っていう、嬉しい。ちょっと今度そのダンス踊るから楽しみにしててね、ありがとね、ハート。あとは読んでない人いるかな、名前が変わったから。11位のヤスさん読んでないかも。11位のヤス19833さん、ありがとうございます。1983年ってことは17 10 20 14 17 31歳ってこと。31歳、ありがとう。31歳、ありがとね、嬉しい。たくさん今日もありがとうございました、来てくれて楽しかったです。だんだんさ、毎日さ、ショールームの配信してるからさ、同じこと言ってたらごめんね。嬉しい、たくさん毎日来てくれてありがとう。今日も楽しかったです、みんなのおかげで。じゃあ明日また会おうね、バイバーイ、おやすみー。